ツオ来たら広もうすぐで広島のナンバー4が来るから。カツオ来たナンバー4が理事の理事の沖野さんが来るから。騙して売ってるのかよ。そんな高いの。カツいつ来るんですか。22から。でいいのよ。トップ気味で。本当トップした。折れちゃうよ。本当トップした。そんなパワーでそんなトップしてたの。全然振りは。腕弱いから。腕弱くなっちゃった。弱くなっちゃった。腕が弱いから。どうですか。直しますか。急に入ってくるのはやめてもらえますか。なんてです。いつ来ても別にいいだろう。いややってますよ。うん、山本さんの講演会の人からの紹介で。まあ、10日間だけ練習させてくださいということで、清水健介プロだよね。園田じゃない。園田、うん、園田か。やめてよ、一瞬分かんなくなっちゃったじゃん、名前が。なんか長崎、向こうじゃ長崎の飛ばし屋って言われてたっていう話なんだけど。え、誰が言ったんですか、長崎の飛ばし屋って。健さんが言ってたって。ちょっとね、うん、今スイング改造中だから、うん、いやジャンボさんにスイングいろいろ教わってスイング改造中で、うん、クラブ見てこいって言われて、でだからクラブをこれじゃこのスペックじゃちょっとってジャンボさんが、あんま見せないでください、ちょっと古いから。いやいいんだよ別に。古くても古いから悪いってもんじゃないんだ。いやちょっとだからそれじゃ傷つくとかね、うん、この辺こうぼかしをこうやって入れる。こうやって俺の手だけど。いやジャンボ亭はフラットだから、みんなジャンボさんフラットなのを捕まえる動きの方がゴールスイングが良くなるっていう、うん、あれじゃないですか、うん、だからもう捕まるのを逃がす動きはもうダメっていうジャンボさんね。カポンと言っちゃったよ。だってあ見てる人少ないじゃん。冷静に考えたら捕まんないクラブを捕まえる方がゴルフスイングが良くなるっていうね、っていうセッティングに改造中、うん、いや今ねある程度一回動画撮ってきた彼の。あ、そうですか。で彼の動画撮って、うん、まあ10日間やるじゃない。はい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 、どう変わるか、はい、プロだからね一応ね、うん、プロがどれだけ変わるか、今の時点ではまあ俺から言ってもしょうがないです。いや俺結構厳しく言っちゃうタイプだから。厳しく言ってくださいよ。なんか僕にそういうなんか
なんかそういう役目を僕に渡すんですか。いや厳しく言う。いや、あのそしたらこれが嫌われちゃうから俺が言うけど、いやジャスティン・トーマスぐらい振ってくれって俺が言うぐらい。いや、さっきジャムさんが言ってたのを言っちゃおうかな。いや、まあ、それは言わなくていい。あ、言わなくていい。うん、まあ、これはちょっとこうご期待、まあ期待するよね。だからクラブをだから今そういうセッティングにしてそれを捕まえようとする動きにスイング変われば、うん、よくなるよね。いいかな、うん、だから僕はそれをちょっと、うん、身長もあるしね、本来だったらあれかなっていうところだったけど、うん、まあ、まだね、30代だから今後だろうけど、ちょっとそれを楽しみにして。そうですね、結構フラットしてますよ、僕。ああ、そう。ちゅうちゃん、君といい勝負だね。俺の方が先行ってね。うん、頑張らんと思う、これエリカに。お前、こまいこまいエリカに。ああ、エリカといい勝負だ。エリカといい勝負だ。え、なあ、はい、長崎一のお前、え、作れてんの、街道一のお前、飛ばしちゃったよ。結構必死に。何が出るんだろうな、じゃあ。ちょっと遅れたけど、かましたよ。直しました。今だったら、いいですか、こんなに。ほら、もう、いいから、案内ね。細いドライバーで。これ。もうね、今のはバッチリだ。お前冷たい男だよ。結構だよ。かっこいいけど。落ちない。だからそれだ。